あ、カビ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 、まだいるよカビが。ほら、あ、京都カービィ、京都カービィまだいるじゃん。あ、これ初めてじゃない？あ、初めて見るこれ。これも、これは？あ、これは私は買ってないだけかも。買ってない。じゃこれは初めて。あ、でも私これもさ買ってなかったかも、なんか多すぎて。これ買っていいやつ。これは？これは？これはないね。うん、これとこれ。ペルテナル。めっちゃ綺麗じゃん。いいね。楽だ楽。うん、綺麗。あそこからはまた撮影が禁止になってる。ここから。お札みたい。これで狐退治するぞ。うん、ねえ、超綺麗。あ、ウリアムだと思う。はい。超綺麗。ね、おみくじがね、新しくなっちゃってる、機械になっちゃった。昔のあれが良かった。チャリ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 、もうあれじゃない。かわいい。おがついた。とりあえずね、ここのすごい食べ物が並んでるとこあったんだよね。いや、もうサーカーになってさ、茨城県はね。来ました。去年을썼는데어디로갔어아직도배고파무기다아뭐좀더良心的かな계기와カービぐらいでかいね。ここで丸ぐらい。なんかスポンジ生地みたいな感じ。一瞬でいい。うん。はい。なんだこれ。すごい、いつの間にセルフになったんだ。おお、どうも。私の、私の。ありがとうございます。イエーイ。2430。痩せなきゃだから過酷な訓練をさせるとかなんか言ったのにさ、おいこに食べさせられてる。桃のだけ対戦。かわいい。それでこれ脱ぐと思う。だって暑いもん、私。多分昼暑くなるから、うん、それでこれを脱ぐ。半袖どころかね、袖なしでもいける。かわいい。こういうケーキがいいね、ミルフィーとかも。いいね。かわいい。すごいね、これ。で、どれにする？すごい。惣菜が入ってるよ、自販機に。面白い。でもこれ食べて大丈夫なの？いくらとか入ってるけど。ありがとうございます。ここに行かなきゃ。果たしていいの出てほしい。前回どこだっけ、浅草で白子さんとやったら今日が出てしまいました。やば、大体きつ、うん、おーめっちゃいいの出た。
私の欲望はここにちゃんと隠れておる。どこ？これです。ここで手を入れて流して片付けてみて。本当はね、深いお辞儀を2回しての2回かけて、もう1回いくからで左手から洗います。なんかね、前ね、おばさんたちがこれを流すといいって言ってたんだよね。左手を流して、で、右手を流す。で、左手に、で、確かに前回のお子さんたちが財布にね、小銭があったら小銭を流して入れとくといいって言ってたんだけど、私は小銭がないからこれだけでも流して入れとくっていう。잘알았습니다귀엽네요잘어울려요것같아요원래좀은행모양의좀색깔은오마머리부적도있는데뭔가이런부적은좀전통적인모양이잘될것같아서이걸로사봤습니다예위에가기래面白い。これさ、なんでさ窓が全部こうやって木でこうなってるの？わかる？開けられなくない？あ、これ自体が開くのかな？開くのかな。ちょっと本当のね、家の作りが私よく理解できない。すごい綺麗だけど不思議なの。現金のみだって支払い、今現金あるからいいんですけどね。何回目くらいの味？何だね。なんか趣味なんだね。家で抹茶パウダーがだった。コロナじゃないかな。美味しそう。どこだ。ここ何？ここめっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。いいかも。すごい。綺麗。みんな暑い中よく着物で歩くね。屋台あるかも。行かなきゃ屋台。チョコバナナとかあるかな。ビキュー、急にビキュー。急にビキュー。でもそういうのがいいのよね。で、私暑くてももう食べ物があるって思うとすごいテンション上がるな。はあ、暑い。ちょっと手つめたくて気持ちいい。暑い。人間と一緒。まあでもお寺は確かにさ、個性結構出るよ。だってあの金閣寺と銀閣寺全然違ったやん。ね、カニカニカニがありましたよ。カニカニカニは食べなきゃ。ねカニカニ食べる。とりあえず礼します。とりあえずはい、入りましょう。食べにカニ。あ、でもなんか全然ないよりいい。ないよりいい。何もないよりいいです。牛串焼きカニ。あ、でもこれカニかな。リアルカニじゃなくてカニカマだよね、やっぱり。あ、カニカマ違うの？海魚とベニズワイガニのコラボレーション。え、じゃあカニ、カニカマじゃなくて本当にカニってこと？いや、これはあのカニとね、白身魚を使った、ね、あ、じゃあもっと美味しそう。
だから普通のカニカマってカニ使ってないでしょ。はい。だけどこれはカニを使ってるから、この辺でランクが違う。そうなんだ。新しい食べ物発見するとすごい嬉しい。どっから来はったの？シドニーです。オーストラリアから旅行で来てる。日本人やね。あ、はい。日本人と韓国人でオーストラリアに住んでいる。まあ元は東京ですでも。どっちじゃん、すごいね。向こうに住んでるて。それ久しぶりに、ほんと日本に3年以上、まあコロナでも帰れなかったとか。そうか、3年以上ぶりです。お姉さん韓国人？韓国です。めっちゃ日本語上手。日本にも長年住んでたんで。日本で学校行っても働いてたから。それでかすごいんですけど、外国の人っていつも思うねんけど、日本語めっちゃ上手だね。上手な人、なんか日本語は発音の数が少ないから、ちょっと外国の方からすると学びやすいみたいです。そうなの、うん、あいうえおとか。でもね、外国人みんなあの2の発音ができない。2の発音がなんかあんまりできないみたいな。私もたまにできない。いや、できるでしょ。それはもう長いこと、長いこと向こうで住んでるから、向こうの言葉に慣れて、ね、優しい。すごい、ね、あ、そのまま食べるんで、そのままもらっちゃっていいですか。そのままで大丈夫？そのままで大丈夫です。それでよかった、トッピングしたら美味しいよ。あ、どれがおすすめですか？一応ね、そのままでも食べれるようにしてるけど、どうしよう、どっちがいいんだろう。マヨネーズ半分ぐらいそのままにして、あと半分かけたら美味しい。あ、なるほど、うん、マヨネーズとかね。マヨネーズ、うん、あ、いいよ、ほなこれ引いて。あ、それ トッピングするんだと、うん、トッピングするんだったらここに、うん、ここに置いてな、好きな、はい、マヨネーズ と七味が一番多い。これ、うん、そう、これ七味ね、うん、どっちが先がいいかな、これが先なのかな。マヨネーズ先やな。普通のマヨネーズ。そうマヨネーズ先にして、その上にちょっとトッピングみたいな感じで半分。そう、うん、ちょっとだけポンポンポンとして、うん、あとはね、そこにまだ青のりとかしはる人。あ、いい、あ、うん、青のり、よし、うん、青のり、うん、半分、そんな感じやね。よし、これで食べそう。ありがとうございます。ありがとうございます。コンビもらいましょうか。あ、すいません、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとう。じゃあまた次食べに行こう。次、また来ます。観光地でやってる人は結構あれ、ね、偏見ないね。うん。なんかお茶の味？食べてみる？ちょっと熱くない？熱くない、全然。どう？あ、でも、もっと海産の香りがもっと強い。うん。味十分ついてるね。おいしい。これとこれカービィないよね、これとか。そうだね。なんかあの、アスパラコフスミナリがちょっとこんな感じかも。京都限定だって、これ何？リバイリー。はぁ、どうしたらしいの？カシマキの餅？わからん。チーズ入り。チーズ入った時点でちょっと弱じゃないよね。え、見てた、こっちって書いてる。ネギとあれじゃん、ネギとあれじゃん。あ、いいね。あ、これいいよね、焼き鳥。結構奥まで結構繋がってるよ。つづっちゃってる。え、獣が2000円だって。何で？あ、そこバナナ。古い獣だから。そこバナナじゃん。アイスになってる？それか冷たい。すごい。なんで着物2000円なんだろう。黒字だから貸し出しじゃなくて、分からん。こういう感じもあるんだ、奥にも。結構でかいね。私ここは初めて。ちょっとね、縁結びどうですか。結ばれてるからよ。もう結ばれてるけど、離れ離れにならないようにどうですか。ならない。ハートの形だ、見て。これだ、かわいいね。みんな好きだね。ねえ、みんな。いい人と出会えますように。無人で帰るのか。めっちゃ他人事みたいに言った。いい人と出会えますようにみたいな。みんないい人とっていうか、なんか自分に見合った人と知り合えますように。確かに。片目はじゃあ、いい友達の縁結び。それもあるのかな。わかんない。
いいと思う。縁結びって言ったら大体恋人だよね。私縁結び、いい人の縁よりもなんか悪予定がいい。あのソースついてるところ食べてみ。はい。ソースあった方がいい。明日伏見稲荷行ったらソースある方で頼んでみようかな。ねえ、ブライダルサロンだって。へえ、いいね。結婚式京都とかいい。ねえ、確かにいいかも。最近日本だって結構ビアンカップルとかにやってくれるよ。え、でもどっちも白になるの？ビアンカップルだと。どうなんだろうね。なんかあの白いなんかあの頭になんか中華まみたいなの被るじゃん。あ、和製だと。そうそうそう。あ、ここも好き。全部好き。どこなんだ？撮影は自由。これは何のお寺かな？愛し合える方とお付き合いできますようにとかだって切な。これなんかイエローなのかな、ジンがお家に遊びに来てくる、有名人か。面白いね、みんなの願い事見るのも。あ、これいいね、毎日元気に暮らせますように。いいね、いいね。カップルで書いてる人もいる。幸せに過ごせますように。あ、いいね。素敵な人と出会えますように。やっぱ恋愛とお金が多いね。そうね、彼氏ができますように。できますよ、女だったらもう選ばなければもう1分でできるよ。ハッピー、うん、あ、これ何？知らない、こんなのこんなのとか言って、うん、一応こっちで合ってるけどね、道は。へえ、面白い。ここはエコバッグ。ここはあ、モンブランだって。また絞りたてモンブラン。へえ、栗の木。面白いね、絞りたて流行ってるね。食べる？楽しい。めっちゃ楽しい。ねえ、ここ私何か正直わからないけど、でも初めて見るとこがあるとやっぱり楽しいね。どこも免税が。清水焼き。でもやっぱりさ、前と比べたら観光客やっぱり少ないかもね。前ここなんかもう全部竹下通りじゃなかった？ね。もうすぐあそこでありますからね。これは何？まあそれはそうだろうね。大変、私あの仕事できないよ。だからすごいよね。でもさ、浅草ってさ、そんな坂とかないじゃん。京都ってさ、もう坂しかなくない？すごい。すごい。ここの多分どっかにある。ね、キュウリ。キュウリ。何これ？京丹だ。唐辛子？唐辛子だって。大丈夫です。見て、こっちも可愛い。できそうです。はい。これこんな可愛くない？ね、でもここはあの完全にあの、あ、ここにもあるんだ。これも、そう、これね、つけるとこがないってやめたんだよね。富士山、あ、これ小さいのめっちゃ可愛いね。これウサギ可愛い。豚もいいの。100円のやつ3つぐらい選んで。可愛い。
これさ、さっきの飴屋さんと違うの。さっきの飴屋さんはこういう形しかなかったの。他にも今はそう、いろんな形がある。可愛い。ちょっと待って、私その前にあの店に行って品切れになる前に、あ、ここすぐだ、ここです。秋雲セット2つお願いします。ドリンク桜オレンジソーダ、抹茶ラテ、ほうじ茶ラテからお選びいただけます。せっかくだから抹茶ラテでお願いします。はい、こちらもアイスホットお選びいただけます。じゃあホットでお願いします。こちらはホットでかしこまりました。はい、あ、そんな感じ。いいね。あ、綺麗綺麗綺麗。どんな感じだ、完全にムースなのかな。あ、やっぱりチョコだね。おお。あ、チョコがボロボロ。急いでさっと出ようとするときとかさ、大変そうじゃない。人混んでて、観光客がピッて。そうめっちゃ可愛いよね。でも可愛い。でも写真で撮れたら絶対可愛い。富士小屋に食べちゃう。よー、富士向こう。富士チェッチェ。へー、面白いね。すごい綺麗。見えるでしょ。可愛い。見えるでしょ。可愛いけど。神に見えたでしょ。遠くから見えた。ね、可愛いよね。あ、こういうかっこいいよね。ね。前工事してたから今はどうなんだろうね。3年も経ったけど工事から。BSC のインフラとかなんか状態になったから。すごい。とあと3つもあった。めっちゃ綺麗。いいね、いいですね。めっちゃ綺麗じゃん。買ったよ。これです。来ましたよ、さとみ。2回か3回来ましたよ。あ、綺麗。あれ、もっと来たっけ。あ、そっかそっか、さとみはそうなのか。私より来てるのか。まあ、それ当たり前か。ナップフルドリンク。マスク。はい、ありがとうございます。あ、ちょうど200円入ったから参拝できる。やろうと思えば。本当、工事終わってるかも。あっちにいつも結婚があったのに嬉しい。祈ることないです。仕事だって、だってさ、見つけようと思えばすぐ見つかるし。あ、外見大丈夫。めっちゃ怖がってる。大丈夫。めっちゃ後ろ行ってんじゃん。怖くないよ。落ちないよ。これこういう仏像とかあったかなって。これは覚えてないかも、さすがに。あー、すごい綺麗。工事が終わっててやっぱり綺麗。こういうのいいよね。やっぱりこう障害の人とかベビーカーとかでも通れるように、やっぱり日本こういうのはいいと思う。本当に韓国こういうのがないからさ。あ、こういう施設でもないんだ。もう来れないね。山なんてもう来ようとも思わないし、来れないですね。綺麗。あ、綺麗。これがまた下から見るとまた綺麗なんですよね。まあね。なんかみんなやっぱりちょっと暑く感じないのかね。ひよこたちがいっぱい降りてきた。ぴょんぴょんぴょん。かわいいひよこ。ねえ、ここ並んでやってたよね。並びました。うん。
あ、ここ下に子供たちがいるのね。だからな中指立てた今。ちょっと可愛くない。ちょっと待って、すごいね、ここ、ここ全部工事してたところが。実際に飛び降りて亡くなった方37人だそうですが、その後禁止になりました。一緒に聞いて、あまりにも多くの人が飛び降りるので禁止となった。人間何が禁止になったの？清水の舞台から飛び降りるっていう言葉があるんだけど、ちょっとあれ言葉の通り、幼稚園の友達、子供の夢が壊れない。37人が飛び降りたと、ここから。もうやだ、小学生。それでもなんかもう嫌じゃん。ちょっと聞きたいね。それでそれで37人みたいな、お受けとか出ますかみたいな、ここが J ホラの舞台になりますかみたいな。こういうとこは確かに、あの着物を借りてきて座って、そうそうそう、飲みたいね。しかし私は暑くて着物借りれなかったんで、ここで飲みません。すごい幸せ。やっぱり私観光地好きだな、こういうあのなんていうの、伝統の観光地が好き、ね、やっぱりね。これが何の意味かわかるの、さとみ？コイとかいるのかな、いなそう、てか見えない。コイ、きれい、いいね、きれいだね。いるよ、こっちこっち、さとみ、あ、いる、あ、いたいたいた、コイ見えないけど。じゃじゃん、子供たちはちょっと映るけど、映り込んでもいいや。清水300円になります。これ気になる、どんな味だろう。あ、紙大丈夫です、様の。あ、すいません、すいません、はい、ちょうどお預かりします。ありがとうございます。あ、気持ちいい。暑いから気をつけて。あ、ショックになるよ。味は、油っぽい。わかりました。いや、300円で。300원이되면입장하는데이것도같이있다고하네요。이거를저기에다가꽂아놓고수원을빌면되는거겠죠？아，향이자꾸얼굴로와，숨쉬기가힘들어요。아，무서워。와，엄청크네요。저기에는뭐동그란거무언가가있고，여기한번꽂아볼게요。뭔가좋은일이있겠지。자여기다가네가운데다가꽂으면뭔가좋은일이있지않을까。다음역대최고당첨자는저입니다。아무튼건강하고좋은일이있기를。행복은뭐지금도행복하니까。내가이따말하고하니까여기에서서여기는또껌을쓰는곳이네。아진짜이껌을몇번을쓰는거야？한국에는3세번이니까3번쓰면은이껌이이루어지려나？짠，껌이라고써있는데한국에는3세번이라니까제일원하는걸써봤어요。사탐이랑건강하게행복하게평생함께하면서같은날한날한시에눈감는거。하늘이잘보이는곳，가장인기있는자리네。여기다가걸어보겠습니다。그냥とりあえずここら辺も食べ物は一応
あるんだけど、客相手のお店はあんま信用できない、じゃあどうする？そんなこと言ったら結構入るとこないよ、もう。まあこの京都ってね、うん、そもそもがね、一個ずつなる。行きます？うん。はーい。ありがとう。カービィめっちゃ幸せそう。はーい。この時間がやっぱり一番綺麗。いいね。行きましょう。めっちゃ楽しみ。絶対綺麗だろうな。さて、あの京都駅戻ったら、うん、食べようね。何か食べるってか飲もうね。美味しそう。えぎゃ、えぎゃ、くまんぴぞ。あ、ちょっと、くんしろん、くんしろん、あず。えぎゃ、여기봤어요。여기되게예뻐。見た？いちいち怒んなくてよくない？너무예쁘지야진짜대박네여기너무예쁜것같아진짜예쁘지사진한번찍어보자오예쁘다안예뻐예쁘지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 왜왜자꾸삐졌어대라봉교토난다까라사왜삐졌어애기야삐지지마テラばっかりだ。飽きた？テラ飽きた。飽きても仕方ないな。飽きても仕方ないな。もう一軒回るよ。ライトアップだから綺麗だよ。ね。ちょっと。ボロゴ？ボロゴ？いや。ボロゴんごあざっこ。見るとかじゃな。あ、出るよ。出る花も。出たかな。と。出たかな。たかながご。내일오짜야니겐가잖아그치맞아맞아어데자트야도가잖아애기야네だから死ねないでこの後喫茶店に行くんだから死ねないで알았어このゴーってやるのってライトアップのお知らせかな個人のお知らせじゃない、ね、あ違う一般人が普通にやってたわ何も知らせてなかった一般人が遊んでたわ遊んではいない あそうごめんなさいね私も祈ったよここに、うんうん、ちゃんと夢、うん、夢ちゃんと書きました 夢だからちょっと真面目に書きましたさっきはずっとなんかもう宝くじみたいな感じだったけど、うん、今回はちょっと真面目にさとみと幸せに、健康で幸せに一生一緒に生きてあの同じ日にあの眠ることっつって同じ日同じ時間に眠ることっつって夢書きました、ね、ライトアップに来ました綺麗、うん、なるほどいいね綺麗、うん、ねどうだろうね、かわいい綺麗ここI'm going to go to the hospital.
ラス。すごい。私は悪い縁、ちょっとでも悪い縁がありそうだなって思ったら自ら全部切るから、こういうのいらないんだよね。その時に里見とタリーズ入ったよ、一緒に。なんか疲れて、喉渇いて、ただこねて入った。そうだね。ごめんね、子供で。いいんだよ。え、これちょっと可愛い。もらったら嬉しい。すごい好きじゃないけど、でも可愛い。いいね。え、見て見て見て。めっちゃ可愛い。懐かしいこういうやつ。階段がミッフィーです。あ、うん。でもまだ30じゃないな。あ、足疲れた。ね、足が全部ミッフィー。可愛いね。おお。テーバー。すごい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 。これ良くない？ね。これ良くない醤油。いやー結構良かったね、良かったね、楽しかったですね。今日まだまだ歩くぞ。まだ歩ける？帰らん。歩ける？帰らん。まだまだ元気ですか？眠くない。いや元気ですかって聞いてんの。かわいい。タコ、タコ頭に刺さってるけど大丈夫？生きてるか？もみじのやつ箱根限定って言われたから買ったのに、なんかここであれもうおかしいぞ。やだ、何なんですか、なんか騙されました。スナイプだ。上にお寺みたいなのがあって綺麗。京都の最後の夜、雨かな。すごいね。で、カビ。あにゃん。이게뭐야？지금생라이스라고나온거야？고항어디있어？이게밥이이게밥이하나둘셋네입먹으면없네카페보다작고응카페가이만한데밥이네입먹으면없어네입에900엔이야어떻게이럴수있어카비카비카비일본인말해보세요어떻게생각해요내입먹으면없네사토미야응내입먹으면없어 뭐쓰러워나んか사토미야나씨가なんか日本でなんか頼んでさ少なめに出るたびにすごい気まずそうな顔みんなここで降りちゃここは何をする神社だろうね。願い事書くやつがね全部鳥居なの。かわいいでしょう。これだけ持って帰りたい。で超かわいくない？これ持って帰っていいのかな買って。え、これとカービィと写真だったら絶対かわいい、うん、よし探してみようかな。これこのまんまカービィと写真撮るじゃん。変えた方がいいのかね。かわいい。なんでよ。아고야이바로고야네때때뭐나와나이또
高っ。これなんだろうね。ね。爪だ。こんな感じ。鳥がめっちゃ多いの。ほう。右側通行だって。だからこっち。すごくない？ほら、ここに名前っていうか、なんか年号とかなんか入ってるんだよね。私はよくわかんないけど。なんかたまになんかね、なんかの会社の名前とか書いてた気がする、うん、こっち会社の名前だった。あ、だよね、やっぱり。すごい、うん、あ、これ何、このでかいやつは。特別な人しか飾れないのかな。払ったお金が大きければって感じなのかね。ここのろうそくとかも全部なくなっちゃった。ちょっと怖いキツネも。今もここなんだけど、この上も全部。こんな暑いのは行かないよね、正直。登れないな、もう暑くて。猿がいるらしいよ。お猿、野生のお猿を取らないでくださいって。すごい、あ、涼しい、ここ快適。前、こういうのってどういう意味なんだろうね。なんか前、早稲田行ってる時に、早稲田のガーデンみたいなところでこういうのすごい多かったの。なんかの意味があるのかな。私は、これはなんか玉を出してて、あ、すいません。ここに入ると全部あの食べ物とか屋台とかこういう店とかすごい多いの。ちょっと見よっか。うん、ちょっと見よ、せっかくだから。大丈夫、暑くて溶けちゃったのかな。ほらこうトロボーンってなっちゃった。なんかね、トロリンってトロリンってしちゃう。なんでだろう。あ、見て、あのキツネはちょっと可愛いじゃん。やっと可愛い。え、見て、てるてる坊主が狐、猫にも見えるけど。かわいい、なんかいろいろある、怖い、ね。これ、これめっちゃ美味しそうじゃん。ん、これはね、絶対ないんだよね。これにするか、あ、あそこになんか焼き団子とかもある。あ、カニあるじゃん、カニ、カニ肉もこっちにありましたよ。うん、お団子もでもちょっと美味しそう、こういうところ。ねえ、どうしよう。あ、こういうダンコン、どっちがいい。誰にしようかな。これ何つけてもらえるんですか。これね、味噌のタレです。これは味噌だって。これよもぎ、これよもぎで、こちら普通の。どうしよう。味噌でも大丈夫。でも、うん、大丈夫、よもぎにします。よもぎ、はい、はい、やった、やった、やった。うん、私これ食べる。外にある食べていいよ。
ありがとうございます。来た、嬉しい豚になったよ私は。でも暑い。なんかこう焼くから熱気がすごくって、暑いかな。暑い。よかった。やっぱああいうのでああいうとこで食べると美味しい。美味しい。暑い。かわいい。で、かわいいよ。顔、これ顔やばい。美味しい？あっちとこっちと違う。美味しい？同じか。うんね、まあ青のりがないからちょっとあれだけど。うん。青のりってそんなに味に影響する？する。でも美味しい。じゃあわざわざ遠くまで行かなくていいや。かわいい。あ、これこれいい。これ、私これ。見て、なんかね、おみくじがついてるの。面白い。私、大大吉だったからなんか変なのついてたら嫌なんだけど。引かないの。じゃん。お、でもまた大吉だ。あ、すごくない？やったー。思い人と結ばれる。結ばれてますが。だからいいんじゃない。食べてみよう。いちごは絶対美味しいじゃん。うん。間違いのないいちご。あんこでもないし。難しい。花火じゃフレーボー。